こんにちは。今日は戯曲かもめを読むの第29回ですね。第3幕の第5場面になります。これは私がこの上に書いてあります、上に載っていますこのかもめのテキストですね。これは堀江真二さんという方が翻訳をしたもので、2002年でしたかな、その時に私が初めてこの方の翻訳を読んで、声で読むにふさわしい翻訳というタイトルがついてまして、でこれを手に入れて、私は気に入りまして、これをドラマリーディングにしました。一人で読みました。それからですね、2010年に私が主催しています表現読み王の会というところでドラマリーディングの形で講演をしまして、で前編をほぼ50分くらいに収めたんですね。で途中をカットしたりして声で読むだけで語り手を置いて、あとは役者を割り当てまして講演をしました。でそれをふと思い出しましてね、10年経ってからまた思い出して、これをもう一度久しぶりに前編を読み通してみようかなというふうに思いついたわけです。でこれなぜかと言いますと、今リモートで皆さんが、いろんな戯曲を読む、ことをやっている、でやっている時に私も何か一言をこんな読み方をしたらいいとかね、こんなところがコツですよということを、提案できるかなと思いましてね、自分で作品全体を振り返る意味で、読み始めたんですけども、最初は、自分が個人的に一人で読んだ場面だけ取り上げて解説をしようかと思ったんですけども、実際に声に出しながら自分で読み直してみて、そしてコメントするようなところがあれば追加しようかなという形で、始めました。で結局どこまでやろうかということを考えたら、とうとう第3幕まで来てしまって、このままでいくと第4幕まで、全部終わりまで読もうなという気になっています。で、やり方というのは、実際にまず、いきなり私が声を出して、読んで、それから、思いついて、そこから感じたことについてコメントを加えるというね、そういうやり方をしようと思っています。今日はですね、第3幕、これは、簡単に言っておくと、アルカージナという女優がいるんですね。お母さん43だと思います。そして息子がコースチャーという息子がいる。でこの2人の対立場面なんです。でアルカージナという人はここの、別荘に、遊びに来たんですね。でその帰りの日なんですけども、お母さんとこの息子とが、息子もやはり芝居を演劇をやっている、そして自分でも台本というか本を書いている。でそのお母さんと息子との対立ということと、その2人に共通する演劇というものに対する考え方の対立があると。でそれがこの2人のやり取りを通して描かれているわけですね。でこの前で、第3幕の4で、あったのは、このコースチャーがそのお母さんに認めてもらえないというので、自殺未遂をするんですね。で頭を打っちゃうのかな。で頭には包帯巻いていて、そのお母さんにちょっと包帯巻き直してくれるかなというふうなことを頼んでね、その間にお母さんと息子が話をするという場面でした。ところが問題になるのは、このお母さんが連れてきている小説家のトリゴーリンっていう人がいるんですけどね、その人が、間に入って、
要するに嫉妬をしていると、息子としてお母さんにこの嫉妬をしているわけですね。でそれに対して、論争というか、喧嘩になりまして、ここの右のページにあるお母さんは息子のことをデカダン、つまり現状というか今の演劇を否定する若者らしい態度があるんで、それをデカダンと呼ぶ。でそれに対してコース氏は、息子の方は主戦度って言うんですけど、つまりお母さんが結構お金があるらしいんですね。お金を貯めている。ところがそのお金を貯めることに熱心というか こだわっていて、で息子にもお金を出さない。でこのアルカジナのお兄さんがまた、息子にもうちょっとお金出して彼をね助けてやったらどうだっていうのを全然言わない、お金を援助しないということですね。で結構お金を一人で稼いでるお母さんらしいんですけど、でそうするとお母さんが、主戦度って言われるとすねかじりって言って、ついでにろくでなしっていうふうに息子を怒鳴ったところが前回の第3幕の4場面ですね。で今日はその続きの、怒鳴ったところで、どういう展開になるかというところからまずは読んでみます。で読み方ですけどもね、これもずっと通してるんですけども、舞台と違うので誰が何をしているかというのがいきなりセリフで言うとわからないところがあるので、その場面については、登場人物の名前を言って、それから、セリフを読むというやり方をしてます。で一人の場合なおさらなんですね。あとは読んでいる人を見るわけでないのでね、そんなやり方をしています。ですから必要なとがきは読んで、それにセリフを加えていくというやり方です。であとはですね、途中でとがきが入る場合もあるんですけども、まあそれはその場その場で、適当に、取り入れながら読んでいきます。では第5場面です。ろくでなしからいこうかな。アルカージナすねかじり、ろくでなし。コースチャーは座り静かに泣く。アルカージナ興奮を鎮めようとして少し歩いて、泣かないでおくれ、泣くことはないよ、お願いだよ。コースチャーの額と首と頭に口づけする。ああコースチャー許しておくれ、悪い母さんを許しておくれよ、不幸な私をね許してちょうだい。コースチャー母親を抱きしめ、母さんが分かってくれればな、僕は全てを失ったんだ、彼女は僕を愛していないし、僕はもう書くこともできない、希望は全て消えてしまった。絶望してはダメよ、何もかもうまくいくから、すぐにあの人をここから連れ出すわ、そしたらあの子またお前を好きになるよ。コースチャーの涙を拭ってやる。さあもういいね、これで仲直り。コースチャー母親の手にキスをして、ああ母さん、あの人とも仲直りしてね、決闘なんてダメよ、そんな必要ないでしょ、というとこですね。でもう一回遡ってみると、どこがポイントかというところをちょっと赤で入れてみますけどもね。で僕は全てを失ったって彼は言っている。終わりから3行目ですね。
彼女は僕を愛していない、何を失ったかっていうと彼女、これはあの前の場面であったんですけどもね、あのニーナという、まあ、恋人同士というか、その彼女が、主演する舞台をやったところでお母さんとかみんなにあのコースチャーは笑われてしまう。で、僕が全てを失った全ての一つは彼女は僕を愛していない、どうもそのトリゴーリンという小説家の方に彼女が関心がいってる。 できれば都会に出て自分が女優になりたいというふうなね、そういう希望を持ってる。で、僕の方は何かというと、もう書くこともできないというのは、自分の書いた台本がもうめちゃくちゃ言われてしまった、これが二つ目ですよね。だから全て全てっていうのは、ここで言うのは何ですかと言ったらば、一つは彼女で、彼女がその自分の方ではなくそのトリゴーリンの方に向いてる、向いてるっていうふうに思って、で、もう一つは自分の書くものが評価されなかったと。でこの前のところでね、あのこの右のページですけども、あのお母さんとやり取りしたのは、そのトリゴーリンの才能っていうのはそれほどでもないと、でそれと比べて僕は新しいものを目指している、ところがそれにも実は自信を失っていったというね、そういう経緯があるわけです。でお母さんはどう答えたかというと、絶望しなくていいよと、でまず何をするかというと、この一番終わりの行ですけどね、あの人を連れ出すと、ここからあの人がトリゴーリンです。でつまりこれは今あの出発のところで、アルカージナとトリゴーリンの2人が、町へ行くためにこの領地というか、まあ別荘だと思うんですけど、別荘代わりに使ってると思うんですが、ここを出ていくと。だからお母さんが言うのは、あの人を連れ出すわよと。で今度ここに出てくるあの子というのはニーナですね。またお前を好きになるよと、今トリゴーリンに向いてるけども。でお母さんにとってはそのこの若い娘がね、トリゴーリンの方を向くことについても、あのいや困るわけですよね。だこの辺ではまあ利害というと変ですけど、利害が一致しているというね、そういう状況の中で語られてる。であとはここで決闘ですね、4行目、決闘、決闘なんかしちゃダメよっていうのは、決闘だって言ってそれをトリゴーリンが受け入れないもんですから、このコースチャーは、その別の場所でしょうけどね、その後猟銃だと思うんだけども、それを撃って頭に怪我をしている。でこの頭の怪我っていうのは、あの前のところでお母さんがもうだいぶよく治ってるわねっていうふうなことを言うんですけどもね、まあ、かすり傷なんだけど、でこれも大事なのは、本当に死ぬ気だったのか何かかするようにしたのかみたいなね、そういう疑いも持てるわけです。でこの辺の疑いというのは、あの戯曲を読むときには当然セリフが出て、いろんな人がいろんなことを言うわけですけども、でその人その人の言っていることを全部真に受けて事実であると受け取っていってはいけないと。でそういう疑いの持ち方としてね、今私がいろいろ提案をしているわけです。さて、お母さんがダメを念をしましたよね、血統なんかしちゃダメよ。でコースチャーが答えます。わかった、でもね母さん、あの男と顔を合わせたくないんだ。それは分かって、つらいんだよ、無理なんだ。トリゴーリンが登場する。来たよ、僕は行きます。急いで薬箱をしまう。包帯は後でドールン先生にやってもらうから。トリゴーリン本を手に、121ページの11行目と12行目、ここだ。いつの日か私の命が必要なら、それを奪いに来て。コースチャ
床から包帯を拾い出ていくというところですね。でここはあのコースチアがね辛いと、でそろそろもう顔を合わせたくないあの男って言ってますね。あの人っていうのはあのお母さんはあの人で、コースチアから言うとあの男と顔を合わせたくない嫌だ。であとは包帯は途中で投げ出してあの振りほどいちゃったんです、お母さんとあの言い合いをしてね。でそれが床に落ちている、それをコースチアは拾い上げてもうトリゴーリンと顔を合わせるのが嫌だから出て行ってしまう。でトリゴーリンの今のセリフというのはその場面に関係なく独り言を言っている。でトリゴーリンの方はねそんなにコースチャーは意識していないようですよね、まあ、この若者がと。でそんな対抗意識はない。でこれも大事なのは登場人物の関係でいうと、要するに攻めの姿勢にある人と受けの姿勢にある人がいる。ですからコースチャーの場合は攻めるんだけども、トリゴーリンというのは受けというよりも受け止めることすらあまり意識してない、そんな関係がねこの2人にある。ですから押して、もう一つあのセリフの対話の場面では、こいつがこっちを押してるなっていうところ、いやこっちは受けてるなとかね、でそこで押し返したなっていうね、ちょっとあの相撲のイメージなんかを考えるといいと思いますね、対話の関係で。これも繰り返して言ってるんですけども、これから今度は1対1の対話に入る。で今いたのはアルカージナとコースチャがいたんですけど、そこへトリゴーリンが登場すると、コースチャがスッと去っていく。そしてまた1対1の対話が始まる。でここからは出発をしようというアルカージナとトリゴーリンとの関係になる。で今本の話しましたけど、この本というのは実はさっき出がけにニーナがこの前に現れて、ロケットをねプレゼントするんですね、トリゴーリンにね。でそのロケットの表に、本の名前が書いてあったのかな、でイニシャルがあるんだね。でその裏に本の名前とページが書いてある、これがメッセージになってる。でそれをトリゴーリンが本を持ってきたのは自分の本の何ページという指定されたところに何が書いてあるかというのを、調べに行ったんですね。でその本を読みながら降りてくる。でその本に書いてあったのは、いつの日か私の命が必要なら奪いに来てというね。でこれがニーナのトリゴーリンに対するメッセージになっている。だから、まあ、舞台でやるときにはこれが、敏感な観客は分かるでしょうけども、演ずる方としてもこれがニーナの間接的なメッセージであるよということを意識しながらきちんとセリフ立てて読んでいくことがね必要だと思いますね。そこで二人になりました。アルカージナ時計を見て、もう馬車が来る頃だわね。トリゴーリン独り言で、いつの日か私の命が必要ならそれを奪いに来て。あなたはもう支度はできているんでしょ。トリゴーリン抑えきれない。ああできてますよ。考え込む。なぜこの清らかな心の呼びかけに悲しみを感じるのだ。どうしてこんなに胸が締め付けられるのか。いつの日か私の命が必要ならそれを奪いに来て。アルカージナに、ここに残ろう、もう一日だけ。アルカージナは否定的に頭を振る。ここにいようじゃないかというんですね。でこれはアルカージナが時計見ても馬車が来るわね、さあ支度できたのって言うと、トリゴーリンはそれに応じないでブツブツ まだ本見てるわけです。見て繰り返してる。でこれいつの日か私の命が必要ならっていうのがこれ2回目ですね。読み上げてまた独り言で、ああできてますよっ
って言うけど待ってましたじゃなくて、嫌だなって抑えきれないようにっていうのはね、嫌だなっていうつもりで、あ、できてますよっていうふうに言って、それから考える、考えて独り言ですね。なぜこの清らかな心の呼びかけ、清らかな心のって言ってね、どうしてこうだろうって、これも独り言で、いつの日か私のように、これだから3回繰り返してますね。で3回繰り返した後にここで初めて答えになる。ここに残ろう、もう一日だけここにいようじゃないかと言うんですね。でアルカージナは頭を振ってます。っていうね振るわけですね。でこれはもちろん拒否してる。さあもう出かけるんだから、あんた残るなんてこうとんでもないわよって言ってるわけです。でアルカージナがその分かっ、ここにいようじゃないかというものに答えるのが、分かっているわ、何があなたをここに引き止めているか、しっかりしなさいよ、ちょっとのぼせているんじゃない、正気になってちょうだい、君にも正気になってもらいたい、賢く理性的にね、真の友人として事態をよく見つめてもらいたいんだ。彼女の手を握る。君は犠牲になれる人だ、友人として僕をこのまま自由にしてくれないか。アルカージナかなり動揺して、あなたそれほど夢中なの、あの子にとても惹かれるんだ、もしかしたらこれこそ今僕に必要なことなのかもしれない。でこの辺からね、アルカージナが言っているのは、分かっているわって、これ何がってのはもちろんニーナですよね。ニーナがあんた気になってんで、気になってんでしょうと言って、のぼせてんじゃないの、正気になってよ、あんな子相手にして。そうするとトリゴーリンの方もね、これ珍しいんですね、トリゴーリンが反発するのは、君にも正気になってもらいたいよね。で友人だって言ってますよ、友人付き合いなんだね、だから君は犠牲になれ、犠牲になれるんだから犠牲になってくれ、友人として僕を自由にして、あなたそれほど無茶な、あんな若い女にっていうね、あの子にとても惹かれるんだっていうね、それがまあトリゴーリンの告白ですよね。でさあ次どうなるか、アルカージナですね。この辺はもう完全にあのアルカージナとトリゴーリンの結構長いセリフでずっと続きます。そこまでずっとちょっと長めですんで流して読んでしまいましょうね。アルカージナからですね。でこれどういうことかっていうとね、今僕に必要なことかもしれない、田舎の娘に惚れるってことが、あなたは自分のことも分かってないのね。人間は歩きながら眠っている時だってある、こうして君と話している時だって、まるで僕は眠って彼女の夢を見ているようだ、甘い夢が僕を捉えて離さない、僕を自由にしてほしい。アルカージナ震えて、ダメよダメ、私はただの女です、私にそんな言い方しないで、私を苦しめない、お願い、私怖いのよ。でこの辺からねちょっと調子変わるんですよ、ちょっとね強気のねアルカージナが変わってる。でこの前のところと違うでしょ、あなたそれほど夢中なの、何が正気になってちょうだいっていうのは、今度は震え出すんです、ダメ、ただの女です、ちょっとね、泣きを入れている。でこのあたりがやっぱ女優なんだろうと、ちょっとこの泣き落としと言いますかね、今までは強気で出ているのがちょっと態度変わってくる、私を苦しめないで、私怖いの、ちょっと甘ったれた感じになってますよね。でトリゴーリンがそれに答える、でも君はなろうとすればどんな非凡な女性にもなれる、ただ若々しく魅惑的で詩的で夢をもたらす恋、そんな恋だけが地上の幸せを与えてくれる、
そんな恋を僕はまだ体験したことがない。若い頃には暇がなかった。編集部を渡り歩き貧乏と戦っていたんだ。ところが今その恋が目の前にあって初めて僕を引きつけている。それなのにそこから逃げ出すなんて。アルカージナ怒って、あなた頭がおかしくなったのよ。カバーンさん、今日はみんなで示し合わせて私を苦しめようとするんだ。泣く。ちょっと泣き出しましたね、で、あとここでちょっと面白いのはトリゴーリンが若い頃には暇がなかった。ところが今でも多分ね、やっぱり40、アルカジナ43というふうに言ってますからね。だから40、そう結構年いってるだろうというね、そういう年になる。だから40いくつっていうと多分、ニーナは17とか18とかそのぐらいの年のわけですよ。でそれに対して、トリゴリンがこう言って、まあちょっと冷めた目で見るとこの辺からトリゴリンがついついトリゴリンの本心というか本音が出てくるんですね。でこのカモメに出てくる登場人物はみんなどこかおかしい、おかしい、面白い、いや人間的なおかしさがある。この辺からトリゴリンも出てくる。だから通常40いくつでその17とかの娘に惚れ込んでこう真剣になるっていうのはある意味で喜劇的な面があるわけですよね。でそれに対して今度アルカージナもね、私を苦しめようとするんだっていうふうに泣き出す。でトリゴーリンどう答えるかというと、トリゴーリン頭を抱えて、分かってくれない、分かろうともしてくれない、そんなに私年取って醜くなってしまった。私に遠慮もなく他の女の話ができるほど、そんなに。トリゴーリンを抱きしめ接吻する。ああ、あなた気が違ってしまった。私の素敵な人が、あなたは私の人生最後のページ。ひざまずく。あなたは私の喜び、私の誇り、私の幸福。トリゴーリンの膝を抱きしめる。あなたに捨てられたらたとえ1時間でも私には耐えられない、気が狂ってしまう。あなた私の素晴らしい人、私の王様。誰か入ってくるかもしれないよ。アルカージナを立たせようとする。さあこの辺ですね。この辺のアルカージナが要するにこの泣きの泣き落としみたいな、いかにも演技っぽい。でこのところがどう演ずるかという問題ですよね。でただただ真面目にやるんじゃなくて、やはり女優という大設定ですから、その泣き落とし的なその演技というものがこのアルカジナを演ずる人に 見られればそれがまたちょっと見ている人が笑ってしまう。なんだこれ泣き落としだなっていうね、泣いて引きとどめようとするのかっていうなんかおかしさが。でこれシリアスに演じてしまうとね、何かすごい真面目な悲劇的なものに聞こえるんですけどね。この辺の、ちょっとおかしさの出し具合が演技力にかかってくるんだろうと思いますね。でさてまだアルカジナ続きます。構わないわ、私はあなたへの愛を隠したりしません。トリゴーリンの手に接吻する。あなたは私の大事な宝物、でも無鉄砲な人、バカなことをしようとして、でも私は嫌、許しませんからね。あなたは私のもの、私だけのもの、この額もこの目もこの絹のような髪も私のもの、あなたはすべて私のものなの。あなたは才能があって賢くて、あらゆる現代作家の中で最良の人。あなたはこのロシアで唯一の希望なのよ。あなたの書くものは誠実で素朴で新鮮、
それに健康なユーモアがあるわ。たった一筆で人物や風景の大事な特徴を描くことができる。あなたの描く人物はまるで生きているよ。あ、本当に読むたびにいつだって感動するわ。これがおべっかだって思う？私がお世辞を言ってるって？それなら私の目を見てちょうだい。ほら目を見て。私が嘘つきに見えて？わかるでしょ？あなたの価値を知っているのは私だけなの。私一人があなたに真実を言うのよ。わかるわね。愛しい人。ここを出るわね。出るでしょ。私のことを捨てないわね。というとこですね。ここでちょっと飛ばしちゃったの、このね、笑うっていうところを見たんですよ。でこの最初のね、構わないわっていうね、許しませんからねってきついことを言った後、またこう変わるんですよ。ちょうどね、もう面白いのはね、おべっかとかお世辞っていうでしょ。おべっかとかお世辞なんです。こっからおだてに入ってるんですよ。ですからこのアルカージナの演技というのは、この最初はちょっと力で脅してみて、それでダメなら泣いてみてね、泣いてみて、もう一回きついことを言って、それから今度はおだてをやるわけですよ。おだてて、おだてて、おだててね。でここまで来るとやはり面白いよね、喜劇だよねっていうことがね、喜劇として見えてくるんですけどもね。で、最後にどこへ持っていくかというと、わかるわね、愛しい人って言って、最後のダメ押しが出るわね、出るでしょ、捨てないわねっていうね、ここのダメ押しが効いている。さあトリゴーリンどうしようかって、でこのトリゴーリンの反応がまたおかしいんですよ。でそこが面白さになってくる。トリゴーリン、僕には自分の意思ってものがない。これまでも自分の意思なんて持ったことがない。いつもしおれて弱々しく従順な男、なんだってこんな男を好きになれるんだ。さあ僕を捕まえて連れて行ってくれ。ただ一瞬たりとも僕から離れないでくれよ。アルカージナ独り言で、これでもこの人は私のもの。何事もなかったような打ち解けた態度で、でもね、もしここに残りたかったら残ってもいいのよ。私は行きますけど、後から来てもいいのよ。一週間後にでも。実際あなたはそんなに急いでいるわけでもないし。いやいやいや、一緒に立つよ。お好きなように。一緒というならそうしましょう。というとこですね。もうここはなかなか難しいところ、何かと言いますと、もうこれでいけるなと思ったところで、アルカージナは独り言を言って、しめしめこれで解き伏せたという気になった状態で、次の作戦に入るというね、そういう止め方をしている。で今消したのは、次は6回目になりますので、次回6回ということでね、6回の話をしようと思ってます。ここのところはもう説明するほどもないでしょう。ちょっと気になる方はこのもう一回振り返って、アルカージナの感情変化がどうなるか、どこでさあ締めたぞと。であとはちょっと難しいのはこのトリゴーリンのね、心の変化ですよね。やはりその芯がないというか、非常におだてに弱いと。でこのおだてに弱いのは、ニーナと最初に出会って長話をした時もそのおだてに弱いんですよね。ちょっと褒められてしまって、ついつい自分のことを話してしまう。でそれもまたおかしい。まあ
それはどんな人間でもあるところでね、ヒュッとおだてに乗って何かついつい喋ってしまうというね、そんな感じが、この場面に見られたかと思います。というところで、第5回目はここで止めておきます。どうもありがとうございました。